皆さんこんにちは。今回は舛添市を走行する大手私鉄のうち、最も古くからある音響急行電鉄に乗車したいと思います。種別は普通、区間急行、急行を軸に足したようなものがありますが、今回は乗車券のみで乗車できる中で、最上位の種別である急行を使います。本日も音響急行電鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は、急行、快晴行きです。途中、新婿桜、婿桜、だだちゃ温泉郷、舛添医療センター、舛添、南舛添、宮城へ、木曽本町に止まります。次は、新婿桜に止まります。電車は舛添市琉球区の中心駅である、琉球駅を出発です。音響急行電鉄の琉球駅から婿桜駅の間は、ここ最近開業したばかりの区間です。人口の増え続ける琉球区の需要を取り込みたいという長年の野望が、ようやく達成されそうです。現在通過した楓町駅を出ると、旧遊山地の中腹を走行するために地上に出ます。なお、次に通過する北津村駅からは、舛添宿桜区になります。出発点の琉球駅付近が夕焼けに照らされていますね。この旧遊山地にも多数の開発計画があり、舛添市全体で高まり続ける住宅需要に応えた宅地開発がなされるそうです。現在通過したのは三花田駅、旧遊山の山頂に最も近いところです。この先三木駅までの間は、再び地下区間を走行します。最初の停車駅である、新婿桜駅に到着です。地上には多くのマンションが並ぶ、いわゆるベッドタウンです。次は、婿桜に停まります。この辺りには本当に多くの人が住んでいます。舛添、海峡、厚戸、と舛添市の主要な町に乗り換えなしで行けるのは強みです。間もなく、婿桜です。お出口は右側です。通過する、三木、城北、だだちゃ芸術大学駅ご利用のお客様と、舛添メトロクナ線、国鉄大環状線はお乗り換えです。1日21万人が乗り降りする婿桜駅に到着です。次は、だだちゃ温泉郷に停まります。この音響急行電鉄は、琉球からだだちゃ温泉郷までの間は福福線ですが、だだちゃ温泉郷からはしばらく三福線になります。私鉄の三福線は国内唯一となっています。若干重いですね、すみません。現在通過したのは、三木駅です。かつてのだだちゃ城の城下町は、この三木駅あたりまで続いていました。現在は唯一残っただだちゃ城本体を除いて、城下町はすべて消失しています。この辺りで舛添宿桜区を抜け、舛添市だだちゃ区へと入っていきます。歴史的な建物が多く残るだだちゃ区は人気の観光地となっていますね。いやー、今日は本当に読み込みが遅いですね。現在通過したのは城北駅です。だだちゃ城のほぼ真南に位置する駅です。なぜ城北なのに、方角は南なのでしょうか。これは、初期の測量の際と現代では、方角の定義が180度逆になったからだと言われています。舛添市には至るところに180度逆の方角の地名があります。それにしてもお城が綺麗でしたね。やや見づらいですが、右奥に見えるのはだだちゃ芸術大学です。初代理事長を務めた、偉大な芸術家であるだだちゃ豆氏の名前が大学名を呼び、ここ舛添市だだちゃ区に使われています。東側からもちらー。正面には五重だだちゃの塔も見えますね。美しい。間もなく、だだちゃ温泉郷です。お出口は右側です。通過する、だだちゃ温泉郷南口、紀遊田、緑波、舛添市陸上競技場駅ご利用のお客様と、舛添メトロだだちゃ線、国鉄観光環状線はお乗り換えです。舛添市唯一の温泉街である、だだちゃ温泉郷に到着です。本当なら温泉に入っていきたいです、しょぼん。次は、舛添医療センターに泊まります。
ここから先は利用者も大幅に増えます。遠近分離のため、急行は駅を飛ばしていきますが、沿線の住人の数はうなぎ登りであり、各駅停車は半パンク状態です。右手に見える建物は舛添空港です。ほとんどの機能は舛添市南海区に建設された、新舛添国際空港に移されましたが、今でも国内線の一部がこの空港から出ています。現在通過したのは緑波駅、かつては平原が広がる地域でしたが、その面影は今やありません。目の前の更地には、かつて舛添市陸上競技場がありました。現在は建て替えが行われているようで、より多目的なアリーナに仕上がるそうです。何年先の話かはわかりません。次の舛添医療センター駅からは、舛添市舛添区に入ります。いよいよ都心エリアに突入です。まもなく、舛添医療センターです。お出口は左側です。通過する南豆原、温泉村区の駅ご利用のお客様はお乗り換えです。次は舛添に泊まります。せっかく都心エリアに入るので景色を堪能したいですが、残念ながら次の舛添駅までの間は再び地下を走行します。上に舛添空港の滑走路があるので仕方がないですね。現在通過したのは南豆原駅、村雲御所が近くにあります。まもなく、舛添です。お出口は右側です。幻想電気鉄道、海峡鉄道、青い鉄道、舛添メトロ南北線、舛添メトロダダチャ線と、国鉄舛海道線、舛添線、舛村線、六将線、観光環状線、学園快速線、大環状線、空港特急線、舛海道新幹線、マリン新幹線はお乗り換えです。四つ木国最大のターミナル駅である舛添駅に到着です。なんと1日に366万人が利用する世界一の駅です。次は南舛添に泊まります。次の南舛添駅も本来は北の方角にあります。先ほどの城北駅で説明したような原因で南となっています。まもなく南舛添です。お出口は右側です。舛添メトロ豆原線はお乗り換えです。駅間距離が非常に短いですね。余談ですが、音響急行電鉄という会社は3つの土地開発に力を入れています。舛添駅、海星駅、そして次の宮城駅です。国鉄や他の鉄道会社との競争に負けないよう頑張っているみたいですね。まもなく、宮城です。お出口は右側です。通過する、天七丁目、鮎川駅ご利用のお客様と、JAL のブ入り電車、舛添メトロ東西線はお乗り換えです。ダダチャ温泉郷駅から続いていた三福線はここで終わりです。終点の海星駅までは福線となります。次は木曽本町に泊まります。
左奥の方に見えるのがチャルノブイリ電車です。こちらの線路が減るのは、向こうに直通するためですね。さて、夜の都心をかけていきましょう。どこを向いても建物だらけ、やはりマスゾエクは恐ろしいです。高さが100メートルを超える高層建築物は、マスゾエ市マスゾエクだけで265棟もあり、市内のおよそ 45% に上るみたいです。まもなく、木曽本町です。お出口は右側です。マスゾエメトロクナ線はお乗り換えです。シソ本町には、大財閥のシソフィナンシャルグループが拠点を置いています。次は、終点、海西に止まります。このちょうど真上には、妖精産地があります。今から3250年前に、この山に一匹の妖精が舞い降りて、荒れ地だったこのマスゾエの土地を豊かにさせたという神話が残っています。現在通過した鮎川駅を境に、マスゾエ市マスゾエ区からマスゾエ市海峡区へと移ります。海峡はマスゾエ市の中で最も大きな副都心であり、街明かりが眩しいです。ご乗車ありがとうございました。まもなく、終点、海西です。お出口は両側です。海峡鉄道、マスゾエメトロ海浜線と、国鉄大環状線、水振り線はお乗り換えです。ということで、終点の海西駅に到着しました。最後にこの辺りのスカイラインを見て動画を終わりましょう。多くの企業が集積している様子を伺えますね。よろしければ、紹介してほしい街や路線をコメントで教えてほしいです。次の動画で紹介します。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。